さあ続いてはスポーツ愛のコーナーです。今夜は先月開かれた春の高校バレー県予選で見事優勝を果たした男女の代表にお話を伺います。それではゲストをご紹介します。まずは男子代表の伊勢崎高校の福田監督と石島キャプテンにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは優勝おめでとうございます。伊勢崎高校は4年ぶりの優勝ということになりましたけれども、福田監督、この4年ぶりの優勝というのはどんなお気持ちなんですか？そうですね、一言で言えば嬉しいの一言なんですけども、久しぶりの優勝だったので、正直涙が出そうでした。泣いちゃってください。そこはもう泣いてください、はいはい、石島キャプテンはいかがですか？はい、今年は本当に苦しい期間がとても長く、不安な気持ちも多かったんですけど、それでも諦めずやってきた結果、この大会で優勝という形で、帰ってきたのでとても嬉しく思います、苦しい時期という言葉があって、新型コロナウイルスの影響もあったわけですが、その苦しさを乗り越えての優勝ということになりましたが、ではその男子の決勝戦を振り返っていきたいと思います。伊勢崎高校は大会3連覇中の前橋商業とのライバル決戦ということになりました。試合はフルセットの末、セットカウント3対2で4年ぶり12回目の優勝をつかみました。福田監督、決勝戦を改めてこう振り返ってみると、どんなゲームだったんでしょうか？そうですね、新人大会でも前橋商業とは準決勝でやらせていただいて、苦しい戦いだったんですけども、今大会も苦しい戦いが予想されていたので、フルセットにはなりましたけども、不安は一切ありませんでした。さすが石島キャプテンは攻撃の中心として活躍していましたが、自分自身のプレー振り返っていかがでしょうか？はい、普段の練習通り、試合でもプレーできて、自分の力を最大限に発揮できた試合だったなと思います。なかなかこう普段通りの力を、出すって難しいんですけどね、なるほど、わかりました。さてその伊勢崎高校の全国大会での初戦です。1月5日になりますね。鹿児島県代表の鹿児島商業との一戦ということになりました。お二方から意気込みを伺ってまいりますが、まずは福田監督、どうでしょうか？そうですね、まず個人的なことを言わせていただくと、鹿児島商業の現コーチが大学時代の後輩なので、ほう、まず負けたくないっていうのが一言ですかね、はい。で、全国大会3年生は最初で最後の全国大会なので、まず地に足をつけて、勝利というよりは楽しんでまずバレーをやってもらいたいなというふうに思います。負けたくないというか、負けちゃダメですね、じゃあね。そうですね、強い気持ちを持って挑んでもらいたいと思いますが、監督、やっぱりこう全国大会で勝ち上がるポイントというのはどんなところにあるんですか？そうですね、私が高校生の時は全国大会3年間で一度しか勝ってなかったので、その経験もしっかりと生徒に伝えながら、やっぱり緊張してしまうと自分のプレーができないので、なるほど、キャプテンもさっき言ってましたけど、普段通りの練習通りのことができれば、勝てるんじゃないかなと思います。はい、石島キャプテンからもお願いします。はい、自分は相手がどこだからとかは関係なく、自分たちのプレーが最大限に発揮できれば、勝てると思っているので、一つ一つ集中して頑張っていきたいと思います。はい、そして石島キャプテンはなんと選手宣誓も務めることになりましたが、選手宣誓の意気込みをお願いします。はい、選んでもらったからには、全国の代表として、でまた群馬県の代表として堂々とした姿で、選手宣誓ができたらなと思います。はい、私たちも石島キャプテンの、この選手宣誓注目せざるを得ませんけどね、ぜひ頑張っていただければと思います。ここまで春高バレー男子代表の伊勢崎高校の福田監督と石島キャプテンにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ小野さん、選手宣誓ですよ、なかなかそんな機会ないですよ。本当ですよ ね、それから高校スポーツでいうと、高校サッカーも前橋商業が選手宣誓しますから、ちょっと2021年、群馬本当全国から注目されるような気がしますね。楽しみですよね。楽しみですね。さて続いては女子代表の西浦高校のお二方にもお話を伺ってまいります。
ではご紹介します。女子代表の西尾田高校の鬼塚監督と鹿児島キャプテンにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて西尾田高校は3年連続の優勝ということになりました。鬼塚監督、プレッシャーもあったかとは思いますけれども、心境どうですか？はい、コロナ禍で大会が中止になっていたということもありましたし、3年連続がかかった大切な大会でもありましたので、非常に嬉しいという気持ちと、やはり大きい気持ちはほっとしたというところが一番でした、ね、正直な気持ちかもしれませんね。はい、はい、鹿児島キャプテンはいかがですか？はい、春高予選では自分たちが強化してきたディフェンス面を発揮することができ、攻撃の面では高さを生かした攻撃で3連覇することができて嬉しかったです。はい、さあその女子の決勝戦も振り返ってまいります。西尾田高校の対戦相手は3年ぶりの王座奪還を狙うという高松大附属、こちらもライバル対決ということになりました。試合はセットカウント3-1で西尾田が勝って、見事3連覇達成ということになりました。鬼塚監督、決勝をこう改めて振り返るとどのあたりがこう勝利の鍵だったんでしょうか？そうですね、やっぱり、必ず厳しい展開にはなるというふうには予想はしていましたので、やはりこう高さを生かした攻撃というのをこういかに活かせるかというディフェンス力のところが大きな鍵になったのではないかなというふうに思います。まずは守ってというところなんですね。はい、はい、鹿児島キャプテンは攻守にわたってチームを引っ張っていましたが、自分自身のプレー振り返ってみていかがでしょうか？はい、自分の高さを生かしたスパイクやブロックで相手に圧感を与えることができたと思います。またチームの仲間と一つになることができとても嬉しかったです。今は座ってるんでわからないんですけど、鹿児島キャプテンも、超新プレーヤーで、私も先ほど見上げてしまいましたが、はい、その高さが生きたというね、その決勝の舞台ということになりました。さあ全国大会での初戦です。西尾田高校は組み合わせの結果シードに入りました。初戦は大会2日目1月6日になります。滋賀県の近江高校と長崎県の清和女学院高校の勝者と対戦するということになりました。ではお二方から意気込みを伺ってまいりますが、まずは鬼塚監督お願いします。はい、今回のコロナなどもあり、たくさんの方々に支えていただいていることということを実感いたしましたので、群馬県の代表としてしっかりまずは1勝してベスト16を目指して頑張っていきたいと思います。ベスト16に入るための鍵どんなところでしょうか？そうですね、やっぱり予選でも同じようなことだったんですけど、その高さを生かした攻撃を生かすためにはやっぱりディフェンス力、粘りっていうところが大事になると思うので、そこをもうさらにこの12月は強化して練習していきたいと思います。鹿児島キャプテンからもお願いします。はい、最初で最後の全国大会となるので、自分たちの武器の数を少しでも増やし、バレーボールを楽しみながら頑張りたいと思います。もう本当に思いっきり楽しんじゃってください。はい、ぜひね、その高さを生かしてくださいまずね。はい、はい、よろしくお願いします。全国大会での活躍も期待しております。はい、どうぞ。はい、今夜は春高バレー全国大会出場を決めた男女の代表にお話を伺いました。ここまで西尾田高校女子バレー部の鬼塚監督と鹿児島キャプテンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでスポーツアイのコーナーでした。